2022年、じゃあ、2023年、訂正します。2023年、3月26日、設営の仕事、イベント会場での、神戸ワールド記念ホールとか、神戸国際会館とか、まあそういうところのね、あの設営スタッフ、いわゆるバイト君って呼ばれる人たちの仕事を、機能してきました。で、どんなところかっていうこと分かりました。で、払ってる賃金とかね、交通費とか問題ありありです。で、これね、何が起きてるかっていうこと分かります。で、人材派遣会社がね、複数入って競争させられてるんですけども、そこででもね、人材派遣会社に仕事回してる、その上の方の会社に、理解していただきたいんですけども、まあ、一本化した方がいい。まず人材派遣会社は今できることがあるとすれば。で、みんなにシフト表の予定表を出して、事務所がどこか、まあそれをファックスとかで送るとかね。まあそういうふうな形。まあ電話でもいいです。電話で、いついつ何ですけども、空いてます。いついつ空いてます。これしてあげた方が早いです。仕事の効率。で、そのね、今、IT で自分で、仕事、労働者の方が仕事を、選んで、この日入れます。この日の仕事は欲しい。で、それから何時間か経過して、その日の仕事はあります。服装、こんな服装で、着てください。持ち物はとかいろいろあるんですけども、そこもね、まず、軍手は、現場で用意してくれてました。ヘルメットと軍手。当たり前だと思います。それしなかったらね、話裁判所で済んだら、そこの運営の、設営を行っている、その人材派遣会社じゃないですよ。その上の、本当に仕切ってるところがね、裁判所で負けますから。で、僕は弁護士さんなしで裁判勝っていて、国の法改正のところのレベルまで進んでますから、ちょっとで外の経営者が僕じゃ太刀打ちできないですよ。で、そこでね、仕事決まったのに、電話かかってくるんですよ。淡井さんごめんなさい、その仕事をキャンセルかかりましたと。で、それは、IT を使っていても、IT 使ったら効率性良くなるってみんなそれ信じちゃったんですよね。で、何が起きてるかっていうところで、その、複数の人材派遣会社を入れてることによって、これタイムラグとかがあるから、みんなの応募の瞬間があるでしょ。で、こっちでは応募 OK、こっちでは応募 OK、こっち側で応募 OK で、最終的にその総合的なところで、カウントしてるコンピューターの方が、どうしても人を、あ、OK、これ出しすぎやわって、これだけの人数キャンセルかけて、なんだと思うんですよ。もしくはそれを人間が行ってるかもしれない。だからね、競争の原理なんかもういらない。ちょっと人材派遣会社同士合併した方が、この方が仕事の効率良くなって、しっかりとした賃金払えるようになったり、自分たちの給料がしっかりとしたものになって、あと、仕事が倒産するっていうことがなくなってくるから、こっちの方がチョイスいいよっていう、そういう部分、無駄な部分っていうのをまず削減。で、僕も海外に話通していけるし、クオリティの高い動画とかだったら、世界に対して、進めていけますから。いいですか？僕のマーケティング力尋常じゃないですかね。君の名はで見たらわかるでしょ。中国とかに協力を求めて、本当に良い作品作ってるんだって、宮崎駿さん、確かにもうご高齢であると。もう宮崎駿さんに頼るのは無理だと。で、次の若手の日本を誇る、監督を出していくしかないって。他の日本は庵野監督とか今もいて、エヴァンゲリオンシリーズとかを作ってくれた人ですよ。で、僕からの提案で新ゴジラ作ってもらったんですね。それは、ゴジラっていうものは、まあ、原爆とか、原発とかがね、東日本大震災でああいう風になっちゃったから、ああいう風なことでのね、継承として、ゴジラっていう映画は実写版上でバージョンですよ。それはもともと50年ぐらい前に作られてるんですよ。第二次世界戦争があって原爆を落とされ て、そこから作った、ゴジラで、別にそれをアメリカを攻めてるわけじゃないんですよ。ちょっと待ってくれよって、こんな危険なことしてたら全人類持たないよってエネルギー使い倒して。まあ、絨毯爆撃もそうですよ。市民巻き込んでって。上の方で決めてきた話でしょって戦争だってって。それ一般人巻き込むのやめようぜっていう。それはもうみんな分かってる。だから絨毯爆撃も今国際的に禁止されてるんですよね。で、ミサイル攻撃とかだって結局一般市民
巻き込んでしまうでしょ。でももう外交での決着しかないから、だからアメリカもね、これ日本の人たちとか西側諸国の人たちも、これ今更テレビ出てるレベルの人たちが知りませんじゃ話になんないですよ。間違えたことテレビで言っちゃうから。そうしたら一般人の人は、間違えちゃうから。あんね、アメリカ認めてるんです。外交上うまくいったところはね、国の合併認めてるって、認めるよって言ってくれてるんです。アメリカの方も折れて。だから台湾と中国はね、まあ、仮に一つの国になったとしても、僕は全然 OK なんですよ。あ、よかったですねって。多分台湾の人、ただしそれするには台湾の人で賛成意見が9割以上。9割以上で、で、あと、今回のロシアとウクライナの戦争で皆さんご理解したと思うんですけども、先にね、ウクライナという国の時に住民投票を行ってるんです。そしたら多くの人が、あの辺の地域、ロシアと隣接している国の地域の人たちが、ロシアの方がいいって言ったんですよ、俺たちはって。本当に。で、それが7割超えぐらいだったと思うんですよ。9割超えのところはほぼなかったと思います。だからね、だからその辺のところも、ほぼほぼみんなの意見の住民の意見まで固まんなかったら、最後、いや、俺たちロシアからしたら、もともと旧ソビエトっていう一つの国があって、まあ、経済制裁とかで分裂しちゃったんだよって。で、そこで西側、僕の意見ですよ。僕の意見からすると、そこで西側諸国はね、気合い入れて、民事再生法ってあるでしょ。公的資金収入。あれして、気合い入れて、俺たちが今まで戦争してきたけども、お互い戦っていたけども、助けたるよってしてあげるんですよ。冷戦って経済戦争でしたから。ね、それしてあげたら、向こうからしたら、え、お金出してくれんのって。助けてくれんのって。それで、西側諸国と東側諸国は、本当はその時に、一枚岩に慣れてたんですよ。だからお金持ちの人たちは、お金ケチっちゃダメなんですって。それは国もそうだし、だからそれができる国とできない国があるっていうことはしっかりと分かってますよ。で、今ね、経済で、ドイツが、銀行倒産してってありますけども、そんなのへっちゃら、民事再生法ぐらい覚えといてって、日本も一回銀行倒産したことあって大騒ぎしてましたけども、行くよそんなもんって。もう昔から結果出てるからって、民事再生法でみんなの、お金、守るよって。いつでもすぐ銀行からお金引き出せるように、ね、民間人の人たちの預けてたお金が、銀行が倒産した時ね、それほったらかしにしちゃうと、みんなお金引き出せなくなるんですよ。わかります？この無茶苦茶さ加減。ちょっと待てって、明日からどうやって生活したらいいのって、みんな生活保護の窓口に殺到されたって、生活保護の窓口の人も、神戸市北区の出張所なんですけども、まあ、このあたりのところ、まあ、大体、人口、まあ、10万人もいないかな。それ、神戸市北区自体は22万人ほどいるんですけども、本丸の神戸市北区の区役所は、スズラン台っていう駅の近くにあって、そこから、北へ向かって、まあ厳密に言うと北西なんですけども、10キロか15キロぐらいに行ったところに、北新ビルの出張所っていうところがあって、遠すぎたらみんな、区役所行くのに交通費たくさんかかっちゃうでしょ。だから、そうしてるんですけど、その、生活保護の窓口の人が10人いないんですって。助けないの本当に餓死者出るから、早急に民事再生法で、任せとけって国会議員の人たちとかがね、俺らが公的資金注入で助けたの最高の答え俺たちが知ってるんだよって、それ最高裁判所の裁判官とかも、その答え知ってるで、もう、行くよ一枚岩でバーンってお金公的資金注入してるよ、みんなの生活守るよっていうところで、それでみんなホッとするんですよね。大したことない銀行の倒産ぐらい、そんなことで株価上下であの国の経済やばいよ、逃げようよ、違うって。ね、淡い経営者から言いました。大卒なんか大したことない、大したことない。いろんな会社で働いて、いろんなこと経験して、弁護士さん出して裁判買って、ね、この法律間違えてますよ。この企業、この競争間違えてますよ。本当は一枚岩ですよ。で、これを世界レベルで行ってるんです。で、世界中の大企業の人たちで、淡い経営者をおろそかにする人たちなんかいない。あんなすごいやつが出てきたって。知識的な部分でね、僕と同じような知識を持ってるような人たちは結構そこそこいると思うんですけども、あいつのすごいところは、
阪神淡路大震災という被災があって、それ神戸市兵庫区に住んで、で住んでいて全壊してるんですよ。12階建てのマンションがね。で10年間ほったらかしにされてたんです。で仮設住宅で暮らしていて、この辺に引っ越ししてきてね、で、公営住宅に入って、でまあそれなりに人材派遣会社から、頑張って働いて、ギネス記録だったと思うんですけどね、神戸市立ホテルフルーツラーパークで、まあバーベキューコーナーという1レストラン1つの店舗として見てですよ、1つの店舗としての月間売上が1億円を軽く突破したんですね。でそれが世界最高のギネス記録だと思うんですけども、まあ、他にも年間の売り上げで大阪ヒルトンホテルの王朝ダイナスティっていうんですけども、まあ、ダイナっていうんですけども、そこでも、年間の売り上げが、もともとそこのところの年間の売り上げは、まあ、関西ナンバーワンの売り上げのところで、まあ、大体5億円ぐらいです。もうこれ、大体、まあ、ある程度、その組織によって違うとこあるから。で、僕があそこで働くことによって、ね、大臣とかが食べに来たりとか、してくれてましたから、売り上げに貢献してるんですよね。で、1日の、僕が働いてた時の新しい記録の更新、そこのレストランしてるんですよ。1日、正月2日目、2000年の1月2日に、1日の月間売上更新してるんですよ。468万、これサービス料と消費税別ですよ。これ組み込んだら、大体500万円ぐらいの売上になるんですけども、そのお店の、最高記録です。多分今でも抜かされてないと思うんですけどね。もともとそういう働き方をしてた人間でも、ね、社会保険から外れてしまったらになるんですよ。その巻き返しを僕は図ってるんです。だから そこまでの話聞いたら、あいつすげえよって、ずーっと勉強して、もう今なんかもうテレビ局で流した判例とかでホームページにつけ始めて、テレビ局間違ってるよ、言っておくけどねって、テレビ局訴えられるよってね、全国放送とか全国紙、テレビ局と繋がっちゃってるんですよ。それ責任問題で。新聞社もいろいろ言われて、ちょっとぐらい お金、救済の方に回ってもらいますよ。ね、納骨堂の経営者がお金返せませんって言ってるんですよ。納骨堂でお金集めてしまった人たちはね、もう裁判所の判決で、もう納骨堂、そんな人の骨まで集めて金儲けに走った人なんか認めませんって、お金返しなさいってもう裁判官怒らせて、もう裁判所の裁判官も法廷中にね、めちゃめちゃ怒る時ありますからね。めっちゃ怖いですよ。あの人たちも神がかり的な力入ってるから。僕は原告の時ですよ。僕は原告の時に、まあ、いろんな経緯を知って、そこまで情報を知ってる裁判所の裁判官、地方裁判所レベルですよ。でも、ご存知の、まあ、女性の裁判官で、確か矢野さんだったと思うんですけども、傍聴席に向かって言ったのか、電波で見てる人たちに向かって言ったのか、めちゃめちゃ怒って、いい加減この人にまとわりつくのやめなさいって法廷中に。わかります？僕は怖くなかったんですよ。けど聞いてる人たちはね、多分法廷内の空気がものすごい震える、大気の振動。まあ、ワンピースで言うと覇気っていうやつね。本当は声出した時の怒鳴り声。あれで神がかり的な力までちゃんと知ってる人たちは、これはまずいって。あの人今めちゃめちゃ強いわって今怒らせたら絶対まずい方向になるって。しかも、あえて、裁判官、みんな、ピシーシーン、わかります？傍聴席の状況。わかります？これが世の中の実態ですから。ちょっとね、その辺のところよくわかんない人は、僕のホームページとか、大体見ていたらわかりますから、本当はね、こういう世の中なんです。で、その難しい社会と僕はずっと向き合えて、全部乗り越えちゃったんです。だからこんなに強いんです。そういうことです。皆さん、ご協力よろしくお願いします。だから国会議員に対してね、だから人材派遣業法を、決して交通費もね、公務員の人たちと同じくね、義務化で、月間の交通費上限2万5000までは企業さんが負担する責任があります。それ以上は、もし人を扱うんだったらちゃんとお金支払って、
上げて、ああ、じゃない、労働者の方はね、あんまり遠くまで働きに行ってもそれ無理だよって、労働者の方は持たないよっていうもう結果出てますから、だからその2万5千円の話って重要なんですよね。だからそこは、それはもう法律で固めましょう。で、だからここまで分かって、それをテレビで放送して、民主党も立憲民主党も、分かった、もう全部受け入れるって、そういう法改正、行くわってしたら、日本中が盛り上がって、これちょっと世界に教えてあげるよってしたら、した時に僕ちょっとかっこいいことを言いたい、言わせてほしいんですよ。それで流れ変えれることは知ってますが、これはみんなの生活、もう韓国なんか少子化の出生率 0.9% で、本当に、100年も経たないうちに、人口の半分以上が、65歳以上って本当になってしまいますから、これもう韓国一国でどうにかなれるような状況じゃないってわかる。で、できるだけ日本を助けたいし、日本も実は 1.4% で、もう本当に先進諸国の少子化が始まっているところは法改正とかいろんなことを、ね、もう何したらいいかもう分かったでしょ。国会議員レベルの人たちだったら分かるでしょ。で、軍関係の人たちも、もう軍事演習してる場合じゃないって、今もうこれ国防でもうみんな太陽光パネルの貼り付けに回ってあげなきゃならない。本当に僕も労働の実態、仕事の実態で、自衛隊とかを行う各国の、軍隊が太陽光パネルの貼り付けに、回る、軍事演習なんかしてる場合じゃない。俺ら何回も軍事演習したことあるから、もう慣れとも慣れと、いざとなったら俺らはもうちゃんとメモしてるし、思い出してするからっていうことで、もう絶対戦争なんかほどはないんですけど、もう中国とかもう北朝鮮とかもう韓国とかもう台湾はもともと友好国だからあれなんですけども、もう水面下でもう話通ってるって言ってるでしょ。もうそれは本当の話だから、そういう本当の話もいるし、それちょっとテレビで言わせてくださいよって。で、世界に発信するんですよ。先進諸国はこうして、で、発展途上国はそんな勢いで人口を増やされたら無理だって。で、食料危機になるかもしれないから、ちょっと待ってくれよと。ちゃんと法律に沿った内容でみんな生きていこうよって。それでちゃんと一軒家手に入るところまで、法律を覚えてもらって学校教育で取り入れていくからって。もうひな型は国が持ってるから、日本のその突き詰めた答え、ちょっと信じて、僕のこと、この淡井圭介を民間人なんですって、たかが一般人がここまで頑張ってきたんですのところでね、これで OK ってみんなでしましょう。みんなで世界中でテレビで放送で、もう時間帯もうね、時間軸が違うから夜中とかしちゃダメ、昼間の時と夜ぐらいの時間帯でみんなで OK テレビで放送しましょう。これでみんな一つになれますって。もう方法もうみんな分かったから、もうこの方法でいきましょう。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。